どうも、春雨社長です。今日はですね、リビングダイニングソファの紹介をしていきたいと思います。はい、どんな感じでしょう。いいでしょう。ちょっとキャメルっぽいレザーのソファーなんですけどもね、まあ5人6人ぐらいは座れると思います。はい、まあ子供とかでしたらね、入れたら7人ぐらい座れるのかなって、大人と子供合わせて、はい、っていう感じですね。ここでご飯食べたりねできると思うんで、こんな感じで、はい、まあ、一回ちょっと座ってみてね、どんな感じか見てもらいましょう。見るのもいいですし、でここでご飯食べるのもいいですし、ただちょっとここの間隔をある程度空けとかないと入れなくなってしまうんで、でここクッションあるんですけど、クッションがないとここ座ってここでご飯食べるっていうのはちょっと遠いんで、前に行ってね、その足で食べる感じになるかなって思います、はい、こういうふうにクッションを置けば、まあ、2つぐらいだと思って、これでも上がることもないですけど、狭いですね、ここが。はい、まあ、こういうふうに置いといて、まあ、持たれずにね、食べて、で、スッとこう、スッと後ろに持たれるとね、楽にできるっていう感じで、ここにクッションとか置いてるとね、便利かなって思います。で、まあ、一つ目の席で、奥の席に座るってなると、ちょっとこういう風にね、入っていかないといけないんで、入りやすいかっていうとそうでもないかなって、まあ、ここも席のねクッションが置いてるといいと思います。はい、まあ、大体大人2人やったらね、あのここにこういうふうに座ってね、ここ3人はちょっと厳しいと思います。このテーブルは子供とかだったらね、あの3人座れるかなと。この M の字のここのここで、足を伸ばしてね、でここに手を置けるしね、はい、まあ、こういう感じでねテレビを見るのもありかなって。はい、まあダイニングテーブルソファーなんで、あのサイドテーブルとかもいらないですし、ここにねドリンクも置けるんで、割と便利かなって思います。はい、であとこのデルノジのこっちを活用してね、でここ173センチなんですけども、大体の、あのダイニングテーブルソファーってこれと同じぐらいの標準ぐらいのサイズなんですけども、あの、まあ、170代の身長の僕はこういうふうに寝れるぐらいの大きさなんで、でこういうふうに机を置いてて、ここだったら、ね、あのテレビもね割とこういうふうに見えるかなって思います。こっちにするとね、ちょっとテーブルが邪魔で、こっちにすると、あ、まあこうすればいけそうですけどね。
ちょっとテーブル邪魔かなっていう感じで、はい、大きなクッションとかね、して、こんな感じですね。はい。まあ、ティッシュとかね、よくリモコンとかここに置いてるとおしゃれ度がちょっとね、半減してしまうので、この下にティッシュ箱をかけれるやつとか、リモコンを入れるやつとか、ここにつけてやろうかなって思ってたんですけども、まあ、この机は、まあ、実は、この下に棚があって、はい、まあ、リモコンとかをね、まあ、この下に置けばいいのかなって、はい、思います。雑誌とかもね、置けますし、まあ、こういったタイプが、下に収納がないタイプだったらね、まあ、Amazon とかね、100均とかでもあるかもしれないですね。机にこう引っ掛けて、こう、下からこうティッシュを取るタイプのね、やつとか売ってるんで、下に、テーブルの下に棚がない場合は、そういうのつけてね、やった方が、まあ、ここに、ね、せっかくのおしゃれな、ダイニングテーブル、このティッシュとね、リモコンとね、置いてると何かね、すごい、せっかくの、おしゃれなものがちょっと台無しになってしまうかなって思いますね。はい、こういう風にね、引っ掛けるやつをね、買ってね、黒とかね、白とかあるんで、そういう無地のものとかでね、引っ掛けるもので、でそしてここからこう取るね、リモコンはここにつけるとかね、そういうものをね、購入されて、やるといいのかなって、はい、思います。はい、それでは、ダイニングテーブルソファーを紹介しました。この動画が、参考になったと言う方は、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた。